はい、聖剣伝説3トライアルズオブマナ実況プレイのパート25です。前回はこちらの灼熱の砂漠にあった火炎の谷で炎の精霊サラマンダーを仲間にすることができましたと。で、まあホークアイのね、まあ小人さんも美獣のね呪いから解放されたということで、まあ、ひとまず安心と。おっと、これからまたね新しい精霊を探しに次の場所に向かいたいと思います。はいはい、もうパワーって使ってくれてる。ここでシュート守りの力を ケイリー、よし、これでしばらく敵と遭遇しないでしょ。無理やりパパ、こっちじゃねえ。結構遠いね。まあ砂漠の端から端だもんな。戦闘めんどいんでね、ちょっとなるべく避けつつ行きたい。結構あれですね、ジャンプしながら強引に行ける感じですね。あら、ここで夜。よし、ではブースカブーを呼んで次の場所を向かいましょう。まあ、買い物とかは向こうですればいいでしょう。次は月夜の森だ。頼んだぜ、ブースカブー。手強い獣人がいるらしいので、しっかり準備していきましょう。とはいえもうパワーアップとかも手に入れたしね。なんとかなるでしょう。めっちゃ早いね、ブースカブー。
この辺か。月明かりの都ミントス。常に薄暗い感じですね。獣人がいるって聞いて警戒してたけど、敵意は感じられないわね。サボテン発見。もうすぐ宿代無料だ。宝箱が2個。家の裏とかもチェックしよう。あった。金色アイテムなんかね。976、結構いい金額で、こっちが武器か。いい商品揃えてるよ。おおおおおお、いいねいいねいいね。お目が高い。なかなかの品だな。お目が高い。いい買い物したわ。お目が高い。これ欲しかったんです。またのお越しを。おお、いらっしゃい。いい商品揃えてるよ。気に入ったぜ。大事にするわね。使わせてもらいます。またのお越しを。よしよし、装備も簡単に揃えられましたね。消耗品とかちょっとチェックしとこうか。いらっしゃい。いい商品揃えてるよ。普通にいっぱいあるね。いらないな。消耗品とか普通にこれまともに買うことあんのかな。そんじゃそこらで拾えるけど。パックンチョコ。こっちも精霊の出会か。いらっしゃい。はい、ではセーブもしておきましょう。獣人の国ですよ、ビーストキングダム。
ビーストキングダムの方にも寄り道していったら何か手に入るかな。月のマナストーンがあるはずだ。なんだか不気味な森ね。幽霊でも出そう。出るのは獣人だけでも十分よ。幽霊は出ないでほしい。ちょっとビビりだなこちら。こんなものめっちゃかけてくれるじゃん。経験値もいい感じ。あれ、あの額の上にいるじゃない。攻撃力高いな。一日中ずっと夜だなんてすごい場所よね。でもちょっとだけロマンチックかも。この木に登ってね行くわけですね。よっと。よし、あと2匹。宝箱は4つ。パックンチョコ、お、囚人がいる。簡単にかけちゃいましたね。よしよし。で、目的地はその星の方向なんだけど。誰かがエネルギー解放を狙っているかもしれない。ちょいや、お、ブラッドファンク。エアウルフよりは上手なんだろうけれど、レベルは一緒なんだよな。Okay. ずっと夜なせいで暗くて戦いづらいな。視覚以外の感覚も使って敵の動きを察知してやるぜ。敵を気をつけて。いいホーリーボール今のは。はいはい。とはいえ上げたい項目がどうしようかな。うん、これ上げてこう。やるぜ。
自分にかけるんだよな、あいつ。こっちにもかけてくれ。で、こちらもレベルアップ目前です。バイザードヘルム、バイザードヘルム、あ、持ってないね。宝箱は全回収だな、これで。よいしょ。まだまだね。また強くなったぜ。2ポイント。現状とりあえずこれで力はマックスか。あと精神ガンガン上げとくか。 OK。 もう少し城の近くまで行ってみよう。サボテンとか見つけられるかもしれないし。逃げる時のサークルにサボテンマークついてるのは一応その逃走成功までの時間が短くなってるけどね。かけてくれたけど遅いよ。アンジェラもレベルアップ。とりあえずファイヤーボールシュートだな。オッケー。力は割と15とかまで上げてしまってもいいんだけど、どうするかな。フォース15、これ強そうだな。これ15目出すか。そうしよう。倒してなかった。いけなかったですね。あ、いた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 、ほら。あと1体。あと1体っていうか、同じサボテンくんがいろんなところに移動してるってことなのかな。あと1回見つけられたらとか、なんかそういうこと言ってくるし。で、城の中にはどうやら入れないみたいなので、星マークのね、目的地の方に向かいましょうか。敵が復活してる。
狭いところで敵復活してるの嫌だな。めんどくせえ。すぐに叩き切ってやるぜ。よいしょ。踏切よりも4段目のこれ、こっちの方が強い。お、経験値ボーナス、ありがて。よし、セーブポイントですね。月読みの塔。いるじゃん。バカめ、この俺様にかなうはずがあるまい。すげえところから毛生えてんのあいつ。さすがはルガー様、お見事でございます。こやつらの死体は私めが処理しておきますので、お先にお城へお戻りください。さて、今日もなかなかうまそうな魂を手に入れることができましたよ。答えられませんね。まだ食い足りないんですが、さすがにこっちの魂は仮面の道士様に献上しなければなりませんかね。最近ちょっと間引きすぎましたからね。我が主仮面の道士様は聖域への扉を開くにあたり、禁断の古代呪法のためにたくさんの魂を必要とされている。こうして私が途中でピンハネしているのがバレたら殺されてしまいますよ。ああ、もしもし。おや、獣人王のボンクラ息子のお帰りかね。お前、カールの命戻る。嘘ついた。へっへー、バカ。そんなのに引っかかるなんてまだまだガキってことよ。ま、そういう単純なバカほど魂の味は格別うまい。カールの魂もウルフにしちゃ上出来だったわよ。貴様、動かない。思わぬごちそうにありつけたわ。今お前の魂もカールのもとに送ってやるよ。私の腹の中にね。待てよ。何あんたたち、人の食事の邪魔をするとは許しませんよ。待て、俺がやってやる。森の中でケビンの姿を見かけたので戻ってきた。ケビンだけはこの俺の手で倒す。
その前、思ったより会話が長い。お前らから相手してやろう。ウォーミングアップにちょうどいい。どうぞご自由に。よっしゃ、やってるか。やあ、お前。それ。一度手合わせしてみたいと思っていたんだ。ジャドで牢屋にぶち込まれた恨みと一緒に決着をつけてやる。ジャドさん。これ揺れねえ。危ねえ。毒性つけるだけでも攻撃力多少上がるみたいな感じ。あ、ダメージが入んねえ。当たらないことがない。お、よくしたら。ニューセーバーか。下手に本気もらうと回復されちゃうな。お、やだ。いざ。はい。凄まじい気迫だ。みんな気をつけろ。確かに攻撃力は高い。行けなかった。どうしたら帰ってくるな。やるね。疲れてる。まだまだ盾かけるぞ。OK、 楽勝。経験値1万。生まれながらにして獣人王の後継者として格闘の奥義を教えられながら育てられたお前がルカ、俺は獣人王様から
格闘奥義を喉から手が出るほど教えてもらいたかった。だからお前のことが死ぬほど羨ましかったんだ。しかし俺は一介の獣人兵、それも叶わぬ夢。ところがお前は争い事を嫌い、せっかくの教えを無駄にした。俺はそんなお前が許せず、格闘技だけはお前に負けないよう修練したのだ。だが実際はこのざまさ。ルガ、お前十分強い。獣神王の後継者、お前にこそふさわしい。ケビン、ありがとうよ。今度生まれ変わったらお前と戦って、そして完全勝利してやるぜ。その日までにできるだけ強くなっておけよ。ルガー！もちろん力をお貸しします。月のせいで ルナの力を手に入れた。ルナ、お願い、ルナを助けて。ルナ関係ないけどね。彼の望みを叶えてあげることだけならなんとか。彼の消えかかる命を救うには、彼の言葉通りもう一度生まれ変わらせるしか方法はなかったの。この赤ん坊、ルガーか？そうよ。きっといつかこの子は大きくなり、あなたと戦うためにやってくるはず。そうか、ルガー坊や、おいら待ってる。いつまでも。ねえねえ、大丈夫なの？あんな赤ちゃんが森の中に入っていって。獣人、赤ん坊は皆森の中で自然に育つ。森の動物たちが赤ん坊を拾って育てる。全然心配いらない。これ獣人の常識。すごいわね。ルナ、マナストーンは？この上のスクヨミの塔の1階にマナストーンはあります。アルテナの兵士たちがエネルギーを解放しに攻めてきましたが、ルガーたちによって守られました。じゃあまだ無事だったのね。でも今死を喰らう男が塔の中に入っていったよ。大丈夫かな？後を追って入ってみようよ。じゃあオイラ、その間他の獣人たちが来ないよう森の方で見張ってるよ。気をつけて。はい。ということで、ルナの力を得ることができたんですけども、まあ、ムーンセイバーは、おいおいね、デュランが使えるようになると思うんですけども、それ以外の属性は他のキャラクターでは使えないのでね、まあ、ひとまずはお預けになるんですけれども、ちょっとですね、一旦ここら辺で一区切りにさせていただいて、マナストの解放はまた次回やっていきたいと思います。これで精霊集めもあと1体かな。
いうね、ストーリーの中盤付近も終わりに差し掛かろうとしているみたいですね。はい、では、聖剣伝説3トライアルズオブマナー実況プレイのパートに集合はここまでにさせていただきます。最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、また見てくれなー。